先ほどもそのテレビを作ってる話が出ましたけども、ずっとまあ、たまたまなんですけど、僕三軒茶屋で、ネットテレビをやっている人たちがいまして、昔10年ちょっとくらい前かな、ゲストにいたんですよ。普通にミュージシャンとして、で商店街がやっているような感じでこう緩い感じでやってたんで、まあ、楽しそうだったんで、まあ、ゲストが終わった後もじゃあ手伝いに来ますよみたいな感じで、そこからずっと一緒に番組を作るようになって、今のそのテレビ局はあるんですけども、まあいろんなことね、番組を作ったりとかこう物を作ったりこう一緒に何かやろうってことになると、まあ楽しい時もあるし、こういろいろ意見が違ったりバラバラになったりとかで、まあそんな感じでいろいろこういう曲折があって、今はそのテクテク TV っていうのは僕一人でやってるんですけど、その過去のことをねいろいろ考えながら書いた曲がちょうどあったので、ただただ Oh,
最後の曲になります。じゃあ最後はね、柴田君ががっつり締めてくれると思うので、僕はですね、最後にですね、まあ、世界平和の曲はちょっとあるんですけど、その、まあ、震災がありのですね、まあ、いろいろとね、活動等々やりにくい部分があってですね、まあ、なかなか住みにくいじゃないですか、なかなかね、政治前からあんな感じなんで、なかなか明るい未来が見えない部分があるかと思いますが、まあ、それでも、明るい未来を願って歌いたいと思います、心に愛をという曲で最後終わりたいと思います。Oh
懐に持って投げるアプローチ、この国に向けて振り向かずして、ただ突き進んできた南へ東へ西へ、気づけば日々増えていく仲間、物語にあるのはそう責任感、緩みのない一方の心がお風呂を布団を刺激する、yeah.守るもただこの耳と遠くすることなく今突き進めきたい南へ東へ西へ、渋谷新宿に行くぜ、今や立派なイカサマ詐欺師、今あるものはもう切り捨てろ、そっと奴らに牙を向く、眠りを覚まさせるスパーター、今しか切れないラクドルアクション、夢じゃない夢じゃない、レッバラッサーレッバラッサー、言葉巧みにマイコントロール、価値ある存在そイマジネーション、夢じゃない夢じゃない、レッバラッサーレッバラッサー、yeah.投げるアプローチ、この国に向けて振り向かずして、ただ突き進んできた南へ東へ西へ、前の大きい柴田博樹でございます、よろしくお願いいたします。
けた道のに消える月は君の足元を照らし出して明け方まだ見ぬ街は何に思うでも君で小さくくらいすぎたいもう生きるよパズルのピースを手に寄り手削りした君の背中が熱いから胸に見せてでは最後に楽しんでいきましょう。ひろきさんはね、いつもよりよく動きにラブソング寒かったでしょう。
ね、今大丈夫ですか、寒くないですか、暖かい、あ、ありがとうございます、もうね、暖かい場所であり続けたいと思って頑張るので、あのこれからもぜひよろしくお願いします。この季節はどん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 ね、あの 朝もやけがね、遅い時間になってくるんですよね。だからね、あの本当に早朝の空を見るには非常にいい季節になってきました。空気も澄んでますしね、そんな時に、始発電車に乗ってね、そんな朝焼けを見ながら、どこに行こうっていう歌、砂吹きでございます。
後ろの正面誰ですか、もういないまだだよ、もういない、あの日の声が小玉を呼ぶ、寝ぼけらんまなこれ奏でるくらいエンパンパン
だと回るとルバコとセダンペンゴラウンエゴナビエゴナビアオケリマトルを稼ぎを泣きるさそらそろそろされて一度もやめれば誰かの言語は出たらめばかりのワンカロー空気ぐらいのリゴレの彼女を聞かろう聞かされて Shut up。